もこんにちは、プロミュージシャンの粟田優作です。普段はですね、ウクレレ教室の先生をしたり、ウェブで学べるウクレレに特化したオンラインスクールの運営をしたりしています。詳しくはですね、概要欄か動画右上のですね、インフォメーションボタンですけど、ここにあるんですよね。そこを押していただいて、ぜひ、スクールにアクセスしてみてください。で、今回のテーマなんですけども、ウクレレをですね、なかなか触る時間がない方に、すぐできる、Tips ということでですね、お話したいと思います。で、それ何かっていうと、もうこの画面に収まってることなんですけど、わかりますか？正解、こちらになります。こちら。これ、壁にかけてるんですよ、こうやって。わかります？こうやって。いつでもパッて手に取れるように、壁にかけてあげる。これをするかしないかで結構、触る頻度って変わってきます。で、初心者とか、まあ、ウクレレ、ね、始めて間もない方ってケースとかついてくるじゃないですか。だから毎回、この可愛いウクレレちゃんということで、このケースに大事にしまって置いとくんですよね。で、これしちゃうとだんだんですね、触る頻度って落ちていくんですよ。必ず接触頻度って落ちていきます。なので、できるだけ初めからですね、あまりですね、中にしまい込まない、まあ、僕なんかはもう画面見ていただくと、まあ、これだけ3台持ってますし、まあ、他にも何台かね、別のウクレレもあるんですけど、たくさんのウクレレを壁にかけてます。部屋中、いろんな部屋中に、家中にかけてます。で、これしていただくと、何ていうのかな、なんか思い立った時にパッて弾いてみたりですね、なんかアイデアが生まれた時にパッて弾くこともできます。で、これはもうウクレレを趣味でやってる方もぜひ意識してほしいんですけど、すぐ手に取れるっていうのは、これはそのウクレ楽器に限らずですね、どんなことでも同じだと思います。何か勉強しようという時に、取り組む内容に対してちゃんとこう目につく場所に置いとくっていうことをすることによって、やっぱりですね、その日常、そこに対しての意識が全然、こう無意識ですね、意識というより無意識が全然反応速度が変わってきて、そのことを考えているんですよね、自然にね。だから無意識をもっと利用するためにも、練習時間がないとか、なかなかウクレレに触れないっていう方はですね、ぜひですね、その今自分が置かれている状況っていうのかな、どんな環境で練習してるから今こんな結果になってるのかなっていうことをよく考えてみていただくと、意外とですね、このウクレレがすぐ触れる、触れられる状況にないっていうことが多いのあると思うので、そこを意識してみてください。で、なんかね、人によってはそのウクレレをソファーに置いとくとか椅子に置いとくとかっていう人もいるんですけども、まあそれってちょっとね、怖いですね。踏んじゃう可能性もあるし、動物飼ってる方なら、ね、猫がこう倒しちゃうとかね、なんか、知らずに座っちゃってバキっていうこともあるかもしれませんので、まあ、そうならないためにもちょっとした投資で大丈夫です。こういうものって結局そうですね、Amazon とかだと1000円とか2000円で買えるし、まあ、ちょっと壁開けなきゃいけないけど、賃貸でも全然やれる方法ってYouTube 検索してもらえれば、いくらでも壁掛けの方法ってあるので、それを見ていただきながらやっていただくと、もっとですね、充実した形でですね、ウクレレに触れられて、パッと思い立った時に何か弾けるっていう状況が生まれて、まあ、自然と上達できるかなと思いますので、そういったやり方で、ぜひですね、距離を縮めてあげて、どん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 上手くなっていただければというふうに思います。はい。ということで、今回の話は以上になります。ぜひですね、今回のお話、なるほどと思った方は楽天でもいいです。Amazon でもいいです。楽器屋さんとか行ってもいいですから、壁掛けのね、機材を買ってきて、ウクレレを壁に掛けてあげてください。ということで、今回は以上になります。それではまた。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。また、今回の動画を見てのあなたのご意見、ご感想もぜひコメント欄でお知らせください。さらに、動画概要欄にあるメールマガジン。こちらでは限定公開の動画をたくさんご用意しております。メルマガへのご登録で、必ずあなたのウクレレ上達のお役に立てる、より深い内容の動画を定期的に配信してまいりますので、ぜひご登録ください。僕はタブ譜を見てウクレレソロを弾くのが大嫌いです。でも五線譜だけでウクレレソロは弾けます。それも自由自在に。今回ご紹介するのはウクレレに特化したオンラインスクールです。タブ譜一辺倒の時代遅れのウクレレ学習に対する革新的なソリューションです。モバイルと PC からいつでもどこでもアクセス可能です。ウクレレの基礎から応用、個別の楽曲解説に至るまで計30時間を超える豊富なコンテンツに毎月定額無制限でアクセスしていただけます。もちろん入会費はいつでも自由。
ご自身のお好きなタイミングで行ってください。ビデオを視聴していく中でもしわからないことや疑問が一つでもあれば、いつでも何度でも講師にメールでの相談が可能。あなたの疑問に特化した的確な返答を得られます。初めての人にも安心してご参加いただきたいから、ご入会から30日以内は全額返金保証付き。ご満足いただけなければ返金いたします。今すぐ動画中央に表示されているリンクか、右上に表示されているインフォメーションボタン、もしくは動画概要欄に記載されている URL をクリックし、オンラインスクールにアクセスしてみてください。